8月に恋する灯台ということで、海の日本プロジェクト日本財団の皆さんに選んでいただきました。でまさにこの土地はですね、昔から東西のつなぐオッサマグナということで、西と東の境目ということなんですけども、私はですね、このオッサマグナ、西と東をつなぐ、くっつけているその役割だと、まさに接着剤の役割を果たしていると思っております。そういうことでですね、人もここの地で一緒にくっつけて、まさに未来を向かって2人で進んでいってもらいたいと思っております。皆さんぜひ恋する灯台、この能へお越しください。